今回は寄付ジェンダー平等そしてこの場所である原宿というテーマで伺っていきたいんですがまず今回寄付につながる活動ということなんですけれども実はエリーさんは e スポーツの世界大会の賞金を全額寄付されたりしていると伺ったんですがはいあの以前こう僕普段ゲームをこうやるんですけども以前こう世界大会に行かせていただいた時にあの賞金もあのそういう大会で あの寄付させていただいたただんですけどもなんか自分がやっているこう本当に小さなことだと思うんですよこの趣味とかもそうですけどもそういうことがこう少しでもこうなんか自分のためっていうよりかは外にこう広がっていくためにこうそういうところでもらったこうお金だったり賞金をこう寄付していこうというふうな思いもありますし今回はあの本当にこうやって参加するだけで本当にこう。 寄付されていくことなので、こうみんなでこうやることでどんどん大きくなっていくことでもあるので、こう自分たちのファンだったり、こう街にこう原宿に来ている人たちがこう積極的に参加して、えー、こうやって寄付っていうのをみんなで広げていけたらいいなと思っていますね。はい、まゆ、はい、りさんの思い届くと思います。ありがとうございます。さあ、そしてジェンダー平等ということで。 男性も今やもうスキンケアメイクをするのが当たたり前となってきました塩野さん、はい、すごくお肌おきれいなんですが美肌を保つために普段気をつけてることってありますかはいあの僕の場合はやっぱりスキンケアとかはあの常日頃からしていますしまあねどうしてもやっぱり表に出るときメイクしたりとかあの映像のドラマだったりお芝居するときもしたりするのでその落とした後にやっぱりその保護 をしたりするののははやっぱ大事なでいそれでやっぱり清潔感だったりとか男性もやっぱ必要だなとも思いますしまああとそうですねこの季節でいうと例えば匂いとかそういうケアもあの男性の方もねあのしていったりとかするとすごくこう印象がまた変わったりとかで自分も気持ちよく過ごせますしそういうところに気遣っていったりするのはいいことだなと僕は思うので。 ぜひぜひ皆様も。そうですね。本当にこう男女問わずですよね。はい、はい。そうだと思います。さあ、そして、今回は原宿が舞台ということで。はい。それこそ原宿って。多様性の、まあ、先端をいってると言いますか。うん、いろんな方いらっしゃいますよね。うん、はい。じゃ、山口さんが。この原宿に来る時って。ファッションとか、どんなところを意識してますか。うん、そうですね。もう原宿に。 行くならもう本当人がいっぱいいるので、あのー、普段だったらまあ暗い格好していっちゃうところを明るい服着て派手に行きたいでですす <laughs> どんな感じですか派手っていいうのはいや私普段あの本、ー、当黒い服が多かったり白黒だったりとかなんかまああんまりパッと見て変に見えないのみたいな感じで選んじゃうんですけどなんかこう明るい感じで。 あのたまには身に履いたりとかして楽しい気持ちで歩けるような服を着たいですいいですね、はい、とても似合いそうです <laughs> さあそして今回ワンコイン 4SDGs はミュゼプラチナムの新たな挑戦となりますそれにかけまして皆さんの今年中に挑戦してみたいことも発表していただきたいと思いますがこれはフリップに書いていただきましたのででは まずは一斉にオープンをしていただきましょう。皆さんの今年、挑戦してみたいことはこちらです。じゃん、はい。では、一人ずつ見ていきましょう。じゃあ、塩野さんからいきましょうか。はい。ざっくりとした習い事というので、<ー>まあ、そうですね。えっ、ー、と、やりたい、習いたいスキルを上げてみたいなっていうことはたくさん。やっぱあって。 まあ例えば英会話だったりとかあとは運動ですねなんか僕テニス昔やってたんですけどそのテニスとかもまたちょっとやってみたいなってやっぱり思ったりとかして体を動かす機会もやっぱり少ないじゃないですかなんでそういったことをどんどん調整していきたいなと思っていますねあと習字とかなんかそういうのもやってみたいなと思っております いろいろでできそうですねいいろろやりたいんですけどなかなかしなくて、ね、腰が重いいっていうのもあお忙しい中ですけれども <laughs>、えー、たくさん挑戦してください、はい、では山口さんははい、えっと「ギターで一曲弾けるようになる」。 <で>そそもあるそうそ私、えっと、パフォーマーを卒業してから今、ミュージカルのお仕事をやらせてもらっていてでこう本当に歌が皆さんお上手な中でお仕事をさせてもらってるんですけどどうにか追いつきたくて音感を鍛えたくてギターをやってみようと思ってあのすごくあの手が手頃なお値段のギターからあの購入してみて今、練習してます。おすすすめですギター ギターもやりたいです。どうですか。一緒に練習しますか。練習しませんか。事務所集合で。そうそう。事務所集合で。事務所集合で。いっぱい先生がきっといますよね。そうですよね。うんうん。ちょっと挑戦したいな。エリーさんどうですかギター。僕はギターちょっとやめときます。絶対センスないんで、あのなんであの僕のチームメイトのあの直樹さんに。 それは任せます。あ,あ,あの。先生に <laughs>。直樹さんは本当に上手いんですよ。じゃあもしかして先生できるかもしれない。じゃあ直樹先生に。贅沢なレッスンをしてもらいたい <laughs>。<laughs> はい。はい、さあ、そして。由利様。はい。僕はです、あの、今、三代目ジェーソルブラザーズのツアー。をやっているので、あの、そのツアーの、えー。無事完走するっていうのと、こう、世界進出したいなっていうふうに思っていますね。はい。世界進出。 すすすすごいででねね、はい、これ気になりますそうです、ね、あのやっぱりこうエンターテインメントをやっているのでこう普段こう日本でこう活動していますけどもこう3年目 JSOULBROTHERS り基盤は日本なんですけどソロっていうのはこうやっぱり挑戦こういろいろしていきたいなと思っているのでこう自分の音楽っていうのはこう世界にすごくこう広いマーケットもある音楽をやっているのでそういうところになんか自分のソロはやりたいなっていうのはあって。去年あの中国の 方とコラボレーションもしたんですけどもそれが韓国のアーティストだったりそういう人たちとアジアのアーティストとコラボしていろいろ楽しいことを今自分の中で計画しています。はい 塩野さん、これ楽しみじゃないですか。いや、すごいですね。しかも、え、今年中にっていう。そうですね。今年かな、今年から動き出すのがっていう、もうことですもんね。進んでいるってことですもんね。そうですね。先週も、あの、韓国に行ってて、はい、ちょっといろんな話したり。うそういうことやってました。はい。 具体的になってきてるんですね本当ですね僕のとは大違いです <laughs> いやいや俺もでもシュ <laughs> やりたいですよシュやりたい、うん、一緒にやりましります <laughs> 今日いろいろなつながりができましたので<笑><笑>はいますますこういろいろなことに挑戦して、はい、それを私たちにも見せていただきたいと思いますありがとうございました